説と言われ、架空の存在とされている、竜。しかし、その存在を本気で信じると、なぜか、幸福が舞い降り、一気に人生が、自分の思い通りに進んでいきます。そこで、この番組では、日本各地に点在する、有名な竜スポットや、さらに、地図にも載らない、地元の人さえ知らない、そんな秘密の竜スポットまで、竜さんを愛する私が巡り、現場の強いエネルギーを映像に込めて皆様の元へお届けします。実はこの神社、私が日本で一番好きな神社なんです。初めて行った時は、まだ竜さんに興味がなく、知らずに行ったのですが、なぜか心が本当に落ち着き、魂がこの場所を求めていた、そんな不思議な感動に包まれたことを、今でも鮮明に覚えています。その後、調べてみると、とても竜神様に縁の深い神社で、竜神様の安息地とも呼ばれていることが分かり、竜さんとのご縁に大きな喜びがこみ上げてきました。この神社は、竜さんとのご縁をつなぎたい人、さらに竜さんと仲良くなりたい人、そんな方にとっては、とても強いパワーを発揮する神社です。竜好きの聖地とも言うべき、霧島東神社をご紹介いたします。
そして私がこの神社の中で最も神聖さを感じる場所がこちらです。ロープが張られ、締め縄がありますが、特に他には物はなく、砂利が敷かれています。とてもパワーが強いので、以前から気になっていたのですが、今回、神職の方にお伺いしたところ、毎年11月9日に行われている例大祭の時に、神職の方が、まずここでお祓いをして、それから本殿に向かう、祓い所と呼ばれる場所なんです。神聖さを保つために結界を張っていて、1年に1回しか人が入らない神聖な場所で、ある意味本殿より人が入ることが少ない、本当に特別な場所だと神職の方がおっしゃっていました。ですので神社にお参りする前には必ずこちらで頭を下げて感謝の気持ちを伝えてから向かうようにすると良いそうですよ。今回はたくさんの龍神様がいらっしゃる霧島東神社をご紹介いたしました。ここはなぜか田舎に帰ってきたような懐かしさにも似た温かい感情に包まれます。そして再びこの神社から旅立つ時にはまるで親のような愛で
気をつけていってらっしゃいと優しく送り出してくれるのです。そんなとても大きな愛情を感じられ、いつも心がスーッと柔らかくなるのです。この地を守る龍神様はとても優しく、そして力強く私たちを見守ってくれます。ご覧の皆様にも龍神様の見えない力が働き、たくさんの喜びが春風に乗って心の中に届きますよう心よりお祈りいたします。さて、普段私は御朱印は特に集めていないのですが、素敵すぎて思わず買ってしまった御朱印をご紹介いたします。もちろん龍さんに関する御朱印です。それがこちら。なんとこちら、桜と龍さんが書かれた素敵な桜龍の御朱印、佐賀県にある本福寺というお寺の御朱印なんです。本来は直接お参りしていただいた方が良いですが、コロナでなかなか行くことができないという方々のために、インターネットでも御朱印を買うことができるよう体制を整えてくれたとても優しいお寺なんです。ショップを見てみると本当に素敵な御朱印が他にもたくさんありますよ。さて、桜つながりでもう一つご紹介したいのがこちら。めちゃ素敵な桜スイーツ、目にも美味しい一品です。私48歳の本格的なおじさんなのに、実はスイーツめちゃ好きなんです。スイーツが好きというよりも本当は生クリームが大好きなんですよ。ですので、こちらの楽々ホイップ絞るだけというナイスな商品が大好きなんですよ。これをパンとかにでもつけて食べるのかなと思うかもしれませんが、違います。これを直接口に絞り込むんです。めちゃ至福の時間ですよ。これを1年に3回くらい、寂しくて眠れない夜とかに私やります。この生クリーム直接流し込みが大好きで、ちなみにあと他に好きなものは金麦とキャベツ太郎です。この3つをいただけば、神社で整えられた美しい波動はだいたい元の欲まみれの波動に戻っちゃいますけどね。一体何の話をしていたか忘れちゃいました。これに懲りずにまた見てね。